どうもいつもです。では紹介していきましょう。まずはですね、セーターの下地のレイヤーを作っていきます。その際はセーターの影の色の部分で色を塗っていきます。はい、このように。はい、で次はですね、ブラシの先端の形を変えます。でその変え方は、以前動画でも投稿してありますので、そちらをご覧ください。で今回使ったブラシの形のものなんですけど、4種類使ってて、1つは雲ガーゼ、にじみスプレーで、かすれ墨です。であこれは雲ガーゼですね。はい、で下地で袖と胴体は一緒になってるので、その際は洗濯範囲を使って袖をかたどって、このように色を塗っていくと胸の部分と袖の部分の色の差が出ますよね。なので、自分はこうやって塗っていきました。なかなかね、洗濯範囲を使わずに塗るっていうのはなかなか難しいので、自分はちょっと洗濯範囲を使って塗っていきました。でこの状態ではセーターの表現にはちょっと程遠いので、自分はマーカーツールの、ベタ塗りペンってあるんですけれども、それのブラシの先端を変えました。これですね、スプラッシュ水彩02っていうのに変えました。でそれで、色を塗るんですけれども、下地のレイヤーに戻って、で下地のレイヤーの輪郭をですね、このスプラッシュ水彩の形で輪郭だけちょん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 と塗っていきます。でその際パターン化されないようにわざとブラシの向きをところどころ変えてます。ショートカットキーで向きを変えれるようにしてやりました。自分はキーボードの方にショートカットでブラシが回転するようにしてありましたので、でこのようにするとパターン化されない形で塗っていけれるので、でこれがセーターの毛羽立った表現につながるかなと。でそのままスプラッシュ水彩のままベタ塗りペンのままでこのようにまた塗り重ねました。これをもう皆さんの好み、私の好みとか皆さんの好みでまたレイヤーを積み重ねていって塗っていくと、こんな風に、なります。はい、ね、全然あまりテクニックとかほとんど使いませんよね。やり方さえ分かれば、ね、誰でもできると思います。はい、こんな感じでまた、白に近い色で塗ってって、光が当たってるような感じがして感じのようにやっていきました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければコメント、動画へのコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしく